ブレイン・パトリック・ハーディはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のミネソタツインズ参加所属。2008年の MLB ドラフト22巡目でカンザスシティ・ロイヤルズから指名され、プロ入り。ロイヤルズ参加在籍中はメジャーでのプレーはなく、2013年3月21日に放出された。 2013年4月2日にデトロイトタイガースと契約を結んだ。この年は参加のマイナー2球団合計で30試合に登板して8勝3敗1セーブ、防御率1.67、79奪三振を記録した。2014年は開幕をトリプル A 級トレードで迎えた後、6月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 翌16日のロイヤルズ戦でメジャーデビューし最初に対戦した青木のリッチカから初奪三振を記録した。この年は38試合に登板して2勝1敗、防御率2.5455奪三振の成績を残した。2015年はタイガースのリリーフ陣の中心として70試合に登板した。5勝3敗、防御率3.08。 ホイップ1.35という安定した成績を残し、チームに貢献した。2016年は出番が激減し、21試合の登板に止まった。防御率3.51、ホイップ1.244ともに悪化し、投球内容も前年と比すればいまいちだった。2017年は35試合に登板して1勝、0敗、防御率5.94、28奪三振を記録した。 2018年3月25日に40人枠を外れる形で AAA 級トレードへ配属された。そのまま開幕を迎え、5月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2019年レギュラーシーズン終了後の10月24日にマイナー契約で AAA 級トレードへ配属され、同日中に FA となった。二千十九年十一月十六日に ミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。